はい、佐藤あやみです。今回は私のとある一日をですね、 Vlog 風にご紹介していこうと思います。この日は朝何時だっけな、9時ぐらいに起きたかな。結構早めの起床です、私の中ではで、朝起きたらすぐリビングに向かいます。おはよう。ちくまんま。まんまだよ。まんま。どこり？どこりやった。おはよう。いやね、ごめんね。よろしいですか？おはようございます。あれこれめっちゃいい夜。この日は珍しく朝からすごいお腹空いてたので、グラノーラを食べようかなと思います。これね、ささっとできるから、家に必ずストックしてます。入れて出来上がり。私は牛乳少量派です。この日はね、珍しくというか、最近は結構早く起きるように心がけてるんですけど、早めに起きたので、こういう風にね、家事とかも気合い入って頑張れてます本当ね、家事大嫌い人間なので、この日はたまたまお皿洗いが少なかったのでやる気出たんかもしれない、もしかしたら。最近テレビが壊れて新しくしたので、なんかこういう風に珍しくね、埃も取ってます。まあ最初だけと思っちゃうけど。あるあるよね。めんどくさがりあるある。そして洗濯物。これね、ベランダで干してたので、太陽の匂いがして、超いい。やっぱ夏にね、外に干すって最高やね、乾くの早いし。はい、そして朝のスキンケア。今更って感じなんですけど、ご飯食べたりとか、まあいろいろ動いた後に
スキンケアすること多いかなと思います。この日はオールインワンのマスク、で洗顔とかスキンケアも全部できるので、まあ、謎の行動してるんですけど、これ楽なのでおすすめです。つるつる。じゃん、髪の毛もセットして服も着替えてきました。まあ歯医者に行くだけだし、まあ、撮影軽く一歩しようとは思うんですけど、もうほんとナチュラル、ザ・ナチュラル、夏は楽にナチュラルって感じですねでマスクするので、どうせ適当ではないけど、そんな凝ってメイクしてないですね。パパパッと終わらせました大嫌いな歯医者さんに行ってきますやだ、怖い。バイバイ。ちくわちゃん覗いてるのママ歯痛かった。ただいま。最近ハマっているベランダで日光浴しながら編集&まったりタイムですね飲み物もしっかり用意してます。でこれ最近超愛用してるワイヤレスイヤホンなんですけども、私ねワイヤレスイヤホンを実は使ったことがなくて、持ってなかったんですよ。時代に乗り遅れてるというか、そんな感じねするけど、みんな使っててすごいいいよいいよって言われてて、でも私さやっぱワイヤレスイヤホンっていうかイヤホン自体を使う習慣がなくて、でもやっぱりねいざ愛用し始めるとこういう風に外でさ編集もさバリバリできるし、あとは音楽もねガンガン聴きながらここでまったりもできるし、もう出歩くときは絶対持ち歩くようになりましたね。でこちらのねワイヤレスイヤホンはなんか見た目もねシンプルで可愛いからなんかおしゃれだし、何よりねめちゃくちゃ軽いんですよね。だから毎日、ほぼ毎日というか外に出るときは絶対持ち歩いてますね。メイク落としてドスッピンになりました。で服もね、服も運動しやすい動きやすい服に着替えて、今からダイエットのためウォーキングに行きます周りはすごくセミの音が激しいんですけども、私はそれに負けないぐらいの音量で音楽ガンガン聴いてます。めちゃくちゃ軽いので耳の負担っていうのかな、そういうの耳も痛くなったりしないし、で汗でもこんだけね汚れても丸ごと水洗いできるので最高ですね。汗やば、暑い。そして今日の夜ご飯です。最近ね、夏バテっていうかなんかわかんないけど、食欲も少なくなってきてて、サラダとか軽く済ましたりとかすることもすごく多いです。ほんと豪快な感じなんですけど、まあ、一人暮らしやけんねいただきます。これめっちゃ美味しいけん、シンプルで。お茶もね、ダイエットを意識したプーアール茶にしてます。はい、というわけで今回は私のとある一日をご紹介しました。いかがだったでしょうか。私がね、動画内で使っていたワイヤレスイヤホンはほんと最近お気に入りで、どこ行くにも欠かせないくらい愛用しまくってます。気になった方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。